特務支援課。帰ってきたわね。あ、帰ってきた。おかえ。行ってきます。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜たっぷりある。たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。いただきます。なんだか懐かしすぎるぜ。はい、まだ1ヶ月くらいしか経っていませんけど。でも思ったよりも荒らされてはいないわね。てっきり国防軍の捜索が入っているかと思ったけど。どうやらあの子への配慮があるらしいな。大統領サイドにとって彼女はあまりに重要な存在だ。大切にしていた場所を荒らして機嫌を損ねたくないのだろう。なるほど。なんか露骨ですが、変わってないのは嬉しいです。コップ。そう、無事でいてくれたのね。そう、お疲れ様。少し留守にしていただけです。またきっと戻ってきます。なんて言ってるんだ。どうやらあれからずっとここで暮らしていたみたいで、私たち同居人のことも一応気にかけてくれたようです。そっか。猫にしては珍しいくらい律儀ね。せっかくですからキャットフードの用意をしておきましょうか。
俺たちの車、なんとか無事みたいだな。よかった、一安心です。しかし、これって確かディーター市長にある程度融通してもらったんだよね。それを使って彼を逮捕しに行くなんて皮肉が効いているじゃないか。そうね、本当に。ワジ君、あのね、シャレになっていません。まあ経緯はどうあれ、こいつも支援課の一員だ。ちゃんと使えるかどうか中もチェックするとしようぜ。ああそうだな。うん、整備状況はいいし問題なく動かせますよ。確かにこの子なら強行突破も難なくこなしてくれそうです。そうか。これで突入用の車両は確保できましたが、一旦課長たちのところに戻りましょうか。そうね、最終的な段取りも聞いておきたいし。これは車載の通信機だな。どこかからの連絡みてえだ。ロイドさん、どうしましょう。ああオンにしてみてくれ。みんな念のため声は立てないよう頼む。お久しぶりね、特務支援課のみんな。キリカよ、キリカローラン。キリカさんすか。カルバードの諜報機関のお姉さんか。まだクロスベルにいたとはね。でもどうしてこんなところに通信を。私たちの動きを全て把握しているんですか。この状況であなたたちがどう動くか予測しただけよ。忙しい中時間を取らせて申し訳ないのだけど、情報交換をする気はないかしら。それは了解です、キリカさん。どちらに行けばいいんですか。クロスベル駅へ、3番ホームに停車している列車の2番車両。駅に人気はないから安心するといいわ。わかりました、3番ホームの列車の2番車両ですね。ところでレクターさんもそちらに。ご明察。それでは待ってるわ。相変わらず千里眼みたいな人ですね。しかもレクター隊員もいるみたいだけど。まあ行ってみるしかねえだろう。ああクロスベル駅に行こう。了解です。念のため備えだけはしといた方がいいかもね。キリカさんたちの話がどれだけかかるかわからない。作戦前だし用事は一通り済ませた方が良さそうだな。しかし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ねえか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官も国外退去させられたみたいだし。キリカさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、ホームに降りてみよう。しかし
人がいないホームってのは、なんとも物悲しいもんだよな。横断鉄道の電車も、ずっと停車したままみたいです。そうね。3番ホームの列車というと、そちらかしら。ええ、その列車の前から2番目の車両でしたね。向こうにある連絡橋から渡れそうだね。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両。しかも鍵がかかっていない。どうする?来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、列車の通信機から支援課の車に連絡したんですね。ご明察。改めて見るとそうそうたる顔ぶれね。国防軍切手の若手少尉と聖杯のドミニオンが一緒なんて。あいにく今は支援課に再出向中でして。当然、僕の背景くらいそろそろ掴んでいるか。まさかあなた方がクロスベルに残っているとは思っていませんでした。あれからずっとこの町に。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だが、これでようやくエレボニアに帰れそうだぜ。調べること?ちなみに俺たち以外にもリベールの関係者が動いてるんだが、ひょっとして知ってるか？ああ、R&A リサーチのレインズさんですね。もしかして彼とも協力を？ええ、この件に関してはお互い情報交換をしているわね。民間の調査会社にしては優秀な情報も持っているし。ま、民間だと人手不足だろうから各地に人を回しきれないで苦労してんだろうけどな。そりゃともかく、あんたのボスが撃たれて行方不明なんだろう。こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで助けられるわけでもないしな。それにあのおっさんにしてみりゃ、自分のこともクロスベルのこと想定してた局面のうちだろうしよ。え、想定していたって、自分が撃たれること。クロスベルのことというのは今回の事件のことですよね。あのおっさんにとって全ては遊戯版の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか大陸全土の支配を目論もうとしていること、帝国軍が返り討ちにあった隙に貴族勢力が帝都を占領したこと、その結果自分が撃たれて兵士の中傷を負ったことによって泥沼の内戦が始まったこと、にもかかわらずクロスベルという不可侵の壁ができたことによって共和国の侵攻を食い止められていること、あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そんな化け物だね、本当に。信じられません。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたいだけど、本当に恐ろしいのは鉄血宰相かもしれないわね。己すらも駒として利用し、荒ぶる激動の時代を作り出す。まさに傑物。いいえ、怪物だわ。
ヤバいおっさんだとは思ったが、まさかそこまでとは。ピーター大統領はそのことに気づいているんですか？さて、どうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クロイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか政治を動かしていないという意味で。それはまああくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし。それはご存知でしたか。ま、こっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっこ、あの子が核となって司法が誕生した経緯はおおよそ掴んでいる。やれやれ、世俗の勢力がそこまで掴んでいるとはね。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしてもあくまで情報畑の人間よ。個人的な一存で司法をどうこうしようとか考えているわけではないわ。ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったこの事件、その絵を描いた真のフィクサーが誰なのかが知りたいだけなの。真のフィクサー。先ほど言ったようにディーター大統領はあくまで経営者としての側面が強すぎるわ。マリアベル城もそこ知れないけど、政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は黒幕というにはあまりに自戒的でストイックすぎるでしょう。ギリアスのおっさんにしても結社にしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、主体的に行動してるわけじゃない。誰かいるはずなんだ。政治、経済、歴史、国際情勢、クロイス家や DG 教団、結社の動きに至る。全てに通じた上で各方面に働きかけながらここまでの絵を描いたやつ。おいおい、マジかよ。少々陰謀論じみているような気もしますが、確かにパズルのピースが足りないような気もします。まさか。まあそのあたりの確認ができないかと思ったのだけど、あなたたちにも確証はなさそうだし、この程度にしておきましょう。時間もないし、もう一つの要件に入らせてもらうわね。もう一つの要件？うん、簡単なことだ。オルキスタワー攻略作戦手伝ってやろうと思ってな。え？おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上、クロスベルにとどまる必要はないのだけど、このまま去るというのも少しばかり寝覚めが悪いから、今後クロスベルがどうなるかあなたたち次第でしょうけど、慢性的な膠着状態に陥られてもこちらとしては困るのよ。ポムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってことだ。同じと言われても、というかいつの間にポムットのアカウントを入手してるんですか？でもまあ戦力が増えたら作戦の成功率も上がりそうだね。ちょっと複雑ですけど検討してもいいかもしれません。わかりました。こちらの拠点に案内するので、俺たちについてきてください。
クリア。今よ。迎撃を開始します。車両を盾にしろ。次は任せたぜ。ええ。はっ。すごい。さすがタイト流だな。キルカさん、お手伝いします。ええ、タイトの真髄見せてあげましょう。目立ちまくってんな。ま、こっちは少し楽をさせてもらうかな。頃合いか。特務支援課、突入。道は開いた。あとはお前たちに任せる。了解。表面走行 70% 破損。これ以上は持ちません。敵アイオンさらに加速。まずいな。こうなったらあれを使うしかないか。グラーム卿、まさか。待って、いきなりすぎる。ここで踏ん張れへんようなら名を継いだ姉さんに顔向けでき、みんなサポートしてくれ。承知しました。モードスティグマを起動。ケビン、リス、心配すんな。お前の仕事や。敵の捕捉は任したで。わかった。我が深淵にてきらめく青の刻印を。天に昇りて煉獄を照らす光の柱と化せ。メルカバの全動力を収束。スティグマパターンを認識、外部への展開を開始します。敵アイオン変形、手法展開して突っ込んでくる。ドミニオン第5位、千の守り手が命ずる。聖魂砲メギデルス展開。
地方から無限のエネルギーを供給されているのか。負けない、あなたなんかに。パテル待ってるわ。でもエステルとユシアだって負けないんだから。大丈夫です。各種機能は生きています。そうか。こいつには世話をかけるな。そうね。後でちゃんと修理してあげたいです。まだ続きそうですね。まあ、無尽蔵に新手が湧いてくるみたいだからね。時間がねえ。とっととエレベーターで上がるとしようぜ。打ち合わせ通り、ここで2名が待機する。選ぶがいい、バニウス。了解です。
結局セキュリティが解除できたのは21階までか。はい、主任が言うには30階に物理的な遮断を行う制御ターミナルがあるらしいです。それを解除しない限り動力ネットからの制御は不可能だと言っていました。ってことは21階から30階までは自分たちで上がる必要があるわけか。しかし確かそのあたりはほとんどメンテナンス用のフロアで空っぽとか言ってなかったか。公式発表に偽りがあったみたいね。どうやらその一角こそが黒石家の信用、キーヤちゃんの儀式においても重要な役割を果たした区画らしいわ。そうなのかよ。通商会議の警備の時も妙に不自然だとは思ったが、まさか公的施設にそんな場所を勝手に建造していたとはな。いずれにせよ覚悟が必要そうですね。そうね、アリオスさんや赤い星座もいるかもしれないし。ああ、それとキーヤもだ。何が待ち受けていようと絶対に突破してみせる。俺たちをここに送り出してくれた課長たちに応えるためにも。はい責任重大ね。気合い入れるっきゃねえな。